人に朝散歩をおすすめする最大の秘訣。リスさん58歳女性、30歳の子供に2年前ぐらいに朝散歩を勧めて失敗しました。鬱は良くなっていません。もう一度朝散歩を勧めたいのですが、切り出す方法を教えてください。お願いします。家族に朝散歩をお勧めする方法ですね。これすごくいい方法があります。それはあなたが朝散歩に出かけて帰ってくる、5分でも10分でも15分でもいいです。朝散歩に出かけて帰ってくる。そして言います。いやー今日も朝散歩して気持ちよかったな。いや朝散歩って最高、本当これ素晴らしい、いや本当毎日朝散歩できて幸せっていう風に家帰ってきて一言つぶやいて、普通に家事に戻ると、お子さんにご飯を作ってあげるというようなことをねしてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。何でもそうなんだけど、みんなね人に勧めたりですねすると嫌なんですよ。特に家族とか一番嫌いますね。特に子供、お子さんは親にこれやんなさいって言うと、もうとにかく否定したくなる。だから勧めない。一つは一番いいのは人にやってほしいことをまず自分でやるっていうことが重要です。そうするとなぜか人間っていうのはモデリングって言って、自分の見たものとかを真似たくなるんですね。だから子供にスマホをやめさせたいって言ってるお母さんが一日中スマホしてたり、食事の最中にスマホ見たり、あなた宿題まだやってないよって言いながら自分はスマホを見たりしてるんですね。だから子供のスマホをやめさせるためにはまず自分がスマホをやめる、もしくは減らすってことをしていく。だからまず言い出しっぺがそんなスマホずっと見てるのに子供もスマホやめなさいって言ったって聞くはずがないじゃないですかね。だから例えば子供に朝散歩をしてほしいのであれば、あなた自身が朝散歩をして、ああ今日も朝散歩して気持ちよかったな、いや朝散歩すると気分が爽やかになるね、独り言のようにつぶやくというのがいいですね。これ本当に効果がありますね。やりなさいっていうふうに言えば言うほどやらないですね。私なんかが他の患者さんに勧めるときは、まあ最初は言うんですよ。言ってやる人もいるんですね。朝散歩こういう風にしてやるといいですよって言って、わかりましたって言ってやる方も10人に1人くらいいらっしゃいますけど、10人中9人はやらないので、そうした場合どういう風に言うかというと、やんなさいっていう風に言いませんね。あ、さっき今すれ違った患者さん、朝散歩っていうのをやってからすごく良くなったんですよ。それまではね、本当に家から一歩も出られないし、ずっと寝てばっかりいたんだけど、朝散歩始めてから今ご覧になったでしょ、すごい笑顔でなんか元気そうな方とすれ違いましたよね。あの人が朝散歩始めて3ヶ月目ぐらいなんですけど、いや薬も最近1錠減ったしね、すごくなんか調子がいいみたいなんだけど、それって朝散歩やってからなんですよ。いやそれで今診察でしたねって言って診察に戻るんだけど、やんなさいっていうことを言わないってことですね。私なんかの場合は他の患者さんで朝散歩うまくいってる人の話とかをして、そういうのもあるんですよねっていう風にして、あなたもやったらってことは絶対言わないっていうのが本人にやらせる一番の方法ですね。やれと言うほどやらないです。客観的に効果効能を語ったりですね、誰々さんは効果が出ましたねっていうことをただ言ったりで、私なんかも朝散歩してるんで、いや朝散歩するとすごく気持ちがいいし、午前中から仕事がはかどるんですよなんてことをちょっとね雑談の中に交えて朝散歩をしようして、本人にはやんなさいとは言わないと。これが朝散歩を人におすすめする最大の秘訣です。家族のメンタルが悪くなった時にすべきことは何？レモンオレンジさん、娘がうつの時どうしたらいいですか。お子さんがうつで治療中ということなんでしょうかね。基本的に家族ができることはないです。メンタル疾患の家族の場合、何かできることはありますかって言うんだけど、基本的にできることはないですって言うと冷たく感じるんだけど、余計なおせっかいをしないってことが重要なんですね。なんかメンタルで疲れてるのに、ああしなさいこうしなさい、そうじゃなくて寝転がってばっかりいないで、もっとちゃんと動きなさいと、ああだこうだわわわわわっていうことが良くないです。これはすごくない。だから最終的に自分で何か、例えば睡眠運動朝散歩みたいなことを自分でやっていくしかないわけだから、温かく見守るとか寄り添うっていうことですね。あんまり距離を近く取らないで、むしろやや遠めに取った方がいいと思いますね。だから分かりやすく言うと、そういううつ状態になって何もできない人に朝散歩した方がいいよっていうのは、一見良さそうなアドバイスなんだけど、本人から見るとものすごい余計なお世話、そんなことできたらやってんのにっていうふうに内心思ったりしてギャーってなっちゃうので、あんまりああしたらいいよこうしたらいいよっていうことを言うこと自体も、その言ってる内容が仮に正しかったとしてもね、本人を感情的にしてしまうんですね。だから基本何もしないっていうのは、実は温かく見守るっていうことが重要なんですね。だから何かしてあげなくちゃ、何かしてあげなくちゃ、何かしてあげなくちゃって言って焦って何かしちゃうっていうことが意外と悪くなるわけで、基本何もしなくてもいいんですよっていう私のアドバイスは最強だと思いますよね。温かく見守る、これをカバさんの本とかで寄り添うっていうふうに言うんだけど、
ども、何か困ったことがあったら言ってね、やってほしいことがあったら言ってねっていう言葉がけをするといいと思います。そういう姿勢ですね。何か手助けできることはある？何かあったら言ってねっていうふうに言っておくと、本人がじゃあこういうことをお願いっていうふうに言ってくるので、私はそれはウェルカムな姿勢とかマインドをオープンにするっていうんだけども、扉だけ開けといて入ってきていいですよっていう感じにしておくんだよね。だから何かしてほしいことがあったら言ってね、困ってることがあったら言ってね、相談したいならいつでも話は聞くよみたいな感じでマインドをオープンにしてるってことが結構重要なんじゃないかなというふうに思います。無理にね、あれしなきゃこれしなきゃって考えておせっかいになっちゃうことがむしろ心配かな。温かく見守る、寄り添う、言葉で言うのは簡単ですけども、実際は試行錯誤しながらやっていくしかありません。親だから何かしなきゃいけないっていうプレッシャーで自分自身を責めるのはやめましょう。そういう焦りというものがお子さんに伝播して伝染して余計心理状態を悪くする形になります。あと過剰に心配もせず、朗らかでにこやかで温かい雰囲気を作るのはいいですね。戦々恐々とした雰囲気の中ではよりメンタルは悪化してきますので、いつもと変わらないような朗らかな雰囲気で接するっていうのが実は良かったりするというふうに思います。ということで、家族がメンタル状態が悪くなった時にすべきこと、何もしなくていいよって言うんだけど意外とすることが多かったっていうオチになっております。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。匿名 R さん、35歳男性。長年にわたりメンタルの治療をしている方たちに向けてのアドバイスを何かください。メンタルの治療をサポートしているという方なので、カウンセリングとか、あと看護師さんとか、あといろいろ病院の方とか、あと家族の方とかね、いろいろいらっしゃると思うんですけど、そういった人たちに患者さんと関わる上でのちょっとしたアドバイスというか励ましの言葉ですね。一つ目が一喜一憂しないですね。これがとても重要ですね。せっかちですね。患者さんもせっかちなんだけど、治療者もすごいせっかちですね。特に看護師さんとかものすごいせっかちなんだけども、例えば私とかよく言う、朝散歩とかしたらいいよって言っても患者さんやらないですよ、そんなすぐ。また朝散歩やった方がいいよって言ってもずっと午前中寝てるんです。いや、もうちょっと朝起きて朝散歩した方がいいよって言ってもまた午前中ずっと寝てる。そういうことっていうのがあって、1週間ぐらい言い続けても何の行動も変わらなければ、みんなイライラしてきて嫌になってきて、1ヶ月ぐらいしても全然ずっと昼まで寝てて嫌になってきてイライラしてくるみたいなことが患者さんをめぐってですね、起きてくると思うし、私も最初精神科医になってたところはそうだったんだけど、早く良くなってほしいという気持ちが強まれば強まるほど焦り、本人の焦りもあるし周りの治療者の焦りっていうのも出てくるんですね。だから基本的に早く良くなろうっていうふうにあんまり思わない。メンタル疾患が良くなるには間違いなく時間がかかります。1ヶ月でそんなすぐ治ることもないし、3ヶ月でちょっとぐらい良くなればいいと思うし、半年ぐらいすると少しずつできて、1年するとだいぶ良くなってましたっていうぐらいのイメージなので、メンタル疾患を治していくということを考えると、半年から1年のスパンで物事を見ていかなきゃいけないんですね。私も朝散歩したらいいよってことを今まで患者さんに何人言ったかわからないんだけど、1ヶ月目で始める人はほとんどいないです。10人いたら1人ぐらいいるかもしれないけども、ほとんどの人は始めない。3ヶ月してもほとんどの人は始めない。しかし半年ぐらいすると意外と皆さんやり始めてたりして、1年ぐらいしてなんか調子良くなったねって言ったら、いや最近朝散歩してるんですよみたいな人がすごく多いですね。だから半年から1年ぐらいかかるということで、まあそういう気長に構えていかなきゃいけないっていうのが一つですね。そしてちょっとした目前のそういうアドバイスしてるのに全然聞いてくれないわって言うと、すごく落ち込んだりなんか無力感を感じたりするんだけど、別に半年から1年ぐらいしないとメンタルの患者さんの行動っていうのは変わってこないって知っていれば、そんな一度二度言っただけで何かを始めたり何かすごく良くなるってことはまずありえないことなので、あんま焦んないってことがとても重要ですよね。一喜一憂しないってことと焦らないってことですね。2つ目は、長期で見れば必ず回復していくっていうふうに思います。患者さん本人も治らない治らないってことで、病気が治らないことに対して苛立ち焦りというのを持つんですけど、治療者もなかなか良くならない状態があるとイライついたり焦ったりするっていうことが出てくるんだけど、最初の一番悪かった状態と比べると治療していくと必ず良くなっていきますよ。ただ時間がかかる。1週間とかでは良くならないかもしれない。1ヶ月では良くならないかもしれない。でも3ヶ月するぐらいするとちょっと良くなってきて、半年1年するとかなり良くなってるなっていうイメージ。
で長期のスタンスで見ていかなきゃいけない。だから時間かけていくと必ず治るっていうことを治療者は信じてやってます。私も3ヶ月半年1年治療して全く良くならないとか最初よりも悪くなった人っていうのは私の知る限りいないです。通院しなくなる人っていうのはいるけどね、通院しなくなった人がその後調子良くなってるのか調子悪くなってるのかっていうのは知る由もないので、きちんと通院して治療を続ける限り私は必ず良くなるというふうに信じていますし、私の経験からもそう言えると思うんですね。患者さん本人も焦っちゃいけないし、治療者もあんまり焦んない、患者さんをせっつかない、なんで朝散歩しなさいしなさいしなさいというプレッシャーをかけない。こうやって動画ではかけてるかもしれないけども実際の患者さんには時々朝どうしてますかとかね、やんわりとしか言わないですけど、そういう形で長期で回復するってことを信じる、患者さん本人にも信じてほしいし、治療者もあんま焦んないで長期では必ず治ってきますよ、良くなってきますよ、回復してきますよ、そこを信じて気長に関わるってことが大切です。3つ目が傾聴はほどほどに。カウンセラーの人とかに特に言いたいことがありますけども、傾聴しましょうっていうふうに書いてありますね。カウンセリングの基本でもあると思うけど、カウンセリングを受ける人の話によく耳を傾けてその話をひたすら聞きましょうっていうことなんだけど、コントロールされない傾聴は百害あって一利なしですね。私がよく言ってるけど、ネガティブなことっていうのは一度吐き出すのはいいと思うけど、二度三度同じことを繰り返すと必ず記憶に定着してきます。つまり嫌な出来事を何度も何度も患者さんに話すことによって、それが患者さんの記憶の中に定着していきます。だからカウンセリングの中で毎日患者さんが辛いです苦しいです辛いです苦しいですっていうのを聞くのがカウンセリングだと思ってる人もいると思うんだけど、私は患者さんに楽しいエピソードをどれだけ話させるかっていうことと病気が良くなっていくスピードっていうのは比例していくというのが私のカウンセリング理論です。なんか辛いです苦しいですってことは聞きますけど、必ず最近何か楽しいことなかったんですかとか、どっか外出して面白いことなかったですかとかね、患者さんごとに趣味みたいなのを持ってる人がいるから、カラオケが好きな人だったら最近カラオケとか行ってるのとか、アニメが好きな人だったらなんか最近面白いアニメとかあったとか、そういうことをするわけですね。そこで話題を振っといてそれを傾聴するってことは重要なんですけども、話題の選択とかどん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 ネガティブな方向になってきたりするんですね。患者さんの話をただひたすら、あそうですかそうですかって単なるひたすらただコントロールしない傾聴をしていくと、どんどん患者さんはネガティブな方に行くわけですよね。ネガティブなアウトプットをすればするほどネガティブな気分になって病状は悪化していくわけですね。だからそういう意味でコントロールしない傾聴っていうのは注意した方がいいですね。だからガス抜きっていう意味である程度聞いてあげるっていう部分は重要ですけども、毎回毎回同じような話、ネガティブな話、ネガティブな出来事、ネガティブな感じを何回も5回も10回も繰り返すと、それはどう見てもあんまり良くないんじゃないかなというふうに思いますけどね。だから話題を切り替えたりするっていうのは別に悪いことではありません。患者さんの言ってることを遮ってるわけでもなく、一日の中で、あるいはここ1週間の中で辛い出来事ももちろんあるし、苦しい出来事もあるし、病状が悪かった部分もあると思うんだけど、例えば1週間でうちに、いや今週は2日間ものすごい調子が悪かったんですよ先生って言ったら、残りの5日間はまあまあ良かったってことでしょう。だからそのどっちを聞くかっていうことで、調子が悪かった2日間の話をずっと30分も聞いてたら患者さんの気分もめいってきますので、調子が良かった日はどういうことを活動してたんですかっていうことを私は聞くようにしていますね。ということで傾聴っていうのは、ただひたすら患者さんの身を任せてずっと言いたいことを言わせておくということではなくて、ある程度コントロールしながらこっちの方向に持っていくようにして、誘導しながら適切な質問を投げかけながら聞いていくと、ポジティブな方向にある程度誘導していってあげないと、ネガティブな感情を強める、自己肯定感を下げるような、そういうカウンセリングをされている方もひょっとしたらいるのではないかなと思いますので、ちょっとところを言わせていただきました。ということでね、なかなかメンタル疾患の患者さんと関わったり、それを治療したりサポートしていくということは、いろんな業種においても非常に大変だし、根気強さっていうのがいると思うんですけども、あんまり短期で結果を出さないっていうことね、私は1年ぐらいで多少良くなってればいいかなっていうぐらいの心持ちでやっていくと、意外と自分の思ってる以上に良くなってる患者さんがポンポン出てきます。これを1ヶ月で良くしていこうというふうに思うと、ほとんどの人は1ヶ月では良くならないから、治療してる方も辛くなってくるし、治療者が必ず良くなっていくんだってことを信じられないと、患者さんもそれを信じることができませんので、長なスパンスで長期的に改善し回復していくってことを信じて、メンタルの患者さんと関わるということがすごくいいんじゃないかなと思います。